それじゃあ、私のドラグの設定の仕方についてちょっとご説明したいと思います。これが正解っていうわけではなくてですね、私はそうやってるというだけで、様々な、設定の考え方あると思います。私の場合はまず、釣りを開始するときはですね、こう、引っ張って、力を入れて、こうね、ドラグがいくらか、こう、逆転するような形ですね。ですから、基本的には若干強めにドラグ設定をします。で、こうやって強く引くと、こう、多少出ていくような感じですね。その考え方っていうのは、まず、魚がかかったら、このフッキングを確実にしたいということで、ゆるゆるですとですね、合わせた時に逆回転して、フッキングがうまくいかないのではないかなということで、最初はきつめです。そして、いざ魚がかかってフッキングが十分、フッキングしたなと思ったらですね、多少緩めてですね、魚が強く、失踪した場合にはですね、こう、ドラグがスムーズに出ていくような感じです。そして最後、取り込み段階ですね。取り込み段階がですね、一番バレやすい、状況でですね、ドラグがちょっときつめだとですね、近くに来た時にいきなり、失踪するようなこともありまして、その時にドラグがきつめだったら、ラインブレイクする可能性もありますし、きつめすればするほど近くで魚が違和感感じて、ジャンプしたりなんかする、それで外れてしまうっていうケースもあります。ですから本当に近くに来た時にはもうゆるゆるです、ゆるゆるにします。それでこう巻いてくるとなんとかギリギリ魚が寄ってくるか寄ってこないかで、魚がいきなり走った時にはですね、ちょっとねスプールを抑えてですね、逆転を調整したりですが、最後の最後、取り込みの時にはですね、スプールを持ちながら、こう、ぐっと寄せてくると。そして、ネットインという形です。だから3段階ですね。まず最初はドラグをきつめ。それは目的は、フッキングを確実にさせるため。で、魚がかかったら若干ドラグを緩めてですね、強い引きの時には、逆転するぐらい。最後、取り込み段階になったら、もう、ゆるゆる状態。で、取り込むときには、スプールを押さえて、ぐっと寄せると、言った形です。そんな形で、私はやってます。それが、正解とかいうことではなくて、僕が、こういう形で、とりあえずやってますよ、ということで、もし、よろしければ、参考にしてください。緩めます。おー、来ましたよ。いましたね。おー、寄っとくない。めっちゃ楽しいですね。お、これああいうとこについてるんだね。もうここでもうゆるゆるにしておきます。スプールを持ってこう調整していくっていうか、あんまりこう強くね、あれはしませんよ。おお、これドットがね、柔らかいからね、楽しいですよ。これヘビータックルはね、ちょっとシーバスロットあたりもねいけるんですけどね、ダメですね。シーバスロットですね、ちょっとね、おう、よしよし、いいね。
これこんなとこについてましたか。よし、なさい、ね、ドラグはね、もうかけた後はもうゆるゆるです。その方がバレる確率少ないですから。よし、おお、いいですね、いい答えです。これあとはね、これドラグを押さえて調整です。そして下流、下流に持ってきます。おお、いい魚ですね。お、いよいよ、君いいね。さあ、もう逃げてもいいよ。自動リリースが魚に一番ダメージを与えないので、一番いいと思うんですけどね。なかなかそうはいかないっていうのが現実かな。よしよし、よし、ね、ドラグゆるゆるです、ね、でかいのついときはね、初心者の方もね、そういうふうにした方がいいですよ、ね、せっかくかけたものをね、ミスミスラインブレイクだとか、ね、岸に近づいてから急に走られてプツンと切られたりとかすることありますから、最初はちょっとドラグがきつめね、きちっとあのフックを魚の口にかけてしまえば、取り込み時点ではもうゆるゆるです。でこんな感じでスプールを持ちながら調整していけばいいですから。よし、俺そのまま浅瀬にあげちゃいましょうかね。浅瀬に、これ、はい、上がりました。